んな、そろそろ出発よ。カオス班、揃ってる？おう、昨日は戦いに参加しなかったが、今日からまた真面目に働きますぜ。いいでしょう。ところでユリ、帝国軍と反乱軍の戦いを目にしたわね。はい。雷冠の村とこの帝国の砦でローとカオスの確執を目にしたわね。はい。今この地ではローの帝国軍とカオスの反乱軍が覇権をかけて争っている。それぞれが互いの主権と理想のもとにこの地が平定されることを望んでね。帝国の頂点に立つのは皇帝ジークムンド、反乱軍を統率するのは名手メッサール。20年前、私は彼らと共にいたわ。同じ目的のために戦う同志として。え？皇帝や反乱軍の名手と一緒に？復活した祭神ダークファルスの出現により、20年前この地は滅亡の危機に陥った。その時ローとカオスは手を結び、ダークファルスを封印するために共闘したの。ジークやメッサール、そして私を含む数多くの勇士たちが集い共に戦ったのよ。そうだったんですね。大いなる共通の敵の出現によって初めて宿敵同士が手を結べる。皮肉な話ね。そしてダークファルスが封印されて20年、かつての仲間がローとカオスの頂点に立ち、今にも両軍は激突しようとしている。ユリ、あなたのお父さんも20年前に私たちと一緒に戦ったのよ。え？僕の父が？あなたのお父さんの名前はシーシアス。私たちの中でも抜群の腕を持つ戦士だった。ダークファルスを封印した後、シーシアスは結婚し、人前から姿を消した。そしてあなたが生まれたの。あなたは英雄の息子なのよ。僕が英雄の息子？あなたが生まれた後、シーシアスと奥さんは流行り病で亡くなったわ。その直前にシーシアスはあなたを20年前に共に戦ったダンカンに預けたの。ローとカオスの争いに巻き込まれず、船の上でおおらかに育つようにとね。ダンカン船長が。そうだったんですね。あなたは船を降り、今ローとカオスの争いに直面している。ローでもカオスでもないあなたの存在が両者の争いを止める鍵になるかもしれない。あなたにはこの世界をもっと知ってほしい。そしてそこから答えを見つけてほしいの。改めて私たちと一緒に旅を続けてくれる？はい、わかりました。自分に何ができるのかまだわかりませんが、旅の中で見つけていきたいと思います。うん、ありがとうユリシス。さあ、それじゃあ帝国軍の頂点に立つ皇帝ジークムンドに会いに行きましょうか。はい、行きましょう。白曜騎士団出発よ。いざ